デイズ成績高校サッカー部ニコ生ミーティング。いいよ。はい、時刻は夜の8時を回りましたということで、こんばんは、塚本つくし役吉永拓人です。この時間はいよいよ7月より放送を開始するテレビアニメデイズの情報をニコニコ生放送でお送りします。よっよ。はい、またサッカーは個人競技ではなく団体競技、チームワークが大切ということで、もちろんスタジオには素晴らしいゲストの皆さんが来てくれています。早速選手の皆さんにご登場いただきましょう。成績高校背番号9、風間仁。こんばんは、風間仁役の松岡です。成績高校背番号7、水木久人。こんばんは、水木久人役の相川大輔です。どうぞよろしくお願いします。成績高校背番号3、薄井優太。薄井優太役、桜井大輝です。よろしくお願いします。はい、いやいや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉永拓人、初ニコ生でございます。いやっつもう嬉しいじゃないのこれ。初ニコ生、初のコーナー、よろしくお願いします。初めて、ねえ、で、もう大役だよね。そういきなりタイトルコールから、ね、頑張ります。初々しい、初々しい、はい、しい、はい。原作が高校サッカー部物語ということで、はい、僕たちが所属する成績高校のユニフォームを着て今日は番組をお送りしていきたいと思います。ユニフォーム、日本のこれね、これね、成績、そうそうそう、はい。波川さんはキャプテンなので、うん、左上に腕にキャプテンマークがついています。ちょっと待って、俺腕がついてる。これはいいですね。腕がつけてる。こうなっちゃうんだね。大変だよ。これ、これこう持ってあげないと、これ、ほら、ちゃんと、ほら、危ない、ちょっと支えてこれ、うつらない。あれ、うつらない。生きてる、松岡君。僕、生きてますよ。危ねえ、もう本当、文字もね、さっきからスケカワって書いてるのは誰だ。波川、スケカワじゃねえぞ、これ。ということでね、はい、ということで、はい、先輩方からニコ生初心者の僕に何かアドバイスがあればと思うんですが、波川さんお願いします。指名制なんだ、そういう感じ。まあね、やっぱり腕は透けさせていくんだよね。やっぱニコ生もこれだけ慣れてくると腕ぐらい透けるから。そういう感じでね、対応していけばいいんじゃないのかなと思いますよね。どうですか、透明感、透明感、透明感、いつまでも透明感ね。そうそう、透明感ね、うんうん、そう、松岡君どう、あ、そうですね、やっぱり腕ぐらいは透かせていかないと。そうだよ、これからだと思う。これから僕も腕が透けて、はい、バカにしてるでしょ。ちょっと不安でしょ。不安でしょ、もうちょっと不安でしょ。だって急に透けるから。面白かったね。面白かったね、ほんまに急にしたんだけど、はい。使うかは分かりませんが、うん、イエローカードとレッドカードもご用意しました。イエローカード、レッドカード、はい、こちらでございます。はい、透けてるよ、黄色。あれ、イエローって何でしたっけ。これ桜井さんがいなくなった。こうなるんだね。すごいっすね、これ初めてですよ。すごい、オレンジになってますけど、これイエローカード。なるほどね。だから皆さんのコメントによっては一発退場の可能性ありますからね。そういうことですか。そうです。でももうね、コメントでは、皆さんのコメントでは桜井さん、はい、マジシャンと呼ばれてますから、ね。カードを消せる男だね。すごいやな、こういうとこあんねん俺。そうです、あれ。これを使わせないようにね、みんなね。そうですね、わかりました。気をつけます。はい、はい、では今日はご覧のメンバーでお送りしますので、最後までよろしくお付き合いください。お願いします。はい、生でお送りしているデイズ成績高校サッカー部ニコ生ミーティング、
ここでデイズという作品がどんな作品なのかテレビ放送前にみんなで予習していきましょう。はい、まずは放送情報からです。 MBS7 月2日から毎週土曜日26時58分から、東京 MX7 月3日から毎週日曜23時30分から、 BS11 7月3日から毎週日曜日25時から、アニマックス8月4日から毎週木曜に放送開始です。はい、原作は、安田先生が、うん、週刊少年マガジンで連載中の本格派高校サッカー漫画デイズ、うん、コミックスは現在17巻まで発売中で累計300万部を突破した人気漫画なんです。すごいね。ここでなんと初解禁となる番組の PV がありますのでご覧いただきましょう。どうぞ。はい、あ、すごい。テレビアニメデイズの初公開となる PV をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。素晴らしい、素晴らしい。本当にいろんなキャラクターいたね。そうですね、いたね、うん、なんかいっぱいいたね。いっぱいいたね。サッカーいっぱい出てくるからな。そう、ね、やっぱすごい作画綺麗ですよね。作画も綺麗ですし、綺麗、ね、動く、めっちゃリアル、うん、なんか細かい、多分なんていうんですか、こうトラップですか、うん、する時であったりとかも、うん、本当になんかこう本当本人なんかモデルになった人間がいるかどうかわからないんですけど、うんうんうん、それぐらいなんか躍動感のある動きで、うん、そうですね、そうですね、ちょっとあまりの PV の綺麗さにちょっとぼーっとしちゃった。うっとりしちゃったね。すいません、うん、はい、PV にも成績高校のサッカー部員が登場しましたが、うん、ここで僕たちが演じるキャラクターについてご紹介しましょう、はい、まずは僕が演じている塚本つくしの紹介 VTR をご覧ください。なんかちょっと似てる、似てる。タクト君が なんかつくしちょっと似てない。タクト君はおいくつですか。今僕は17歳の代の16歳です。17歳の代の16歳、はい、だから我々で言うとだから40の時の39みたいなもんですよ、うん、俺43の時の42だな、うん、全然分かりにくいこの説明。桜井さんの子供でもってなってますよ、うん、あ、そうか、俺が産んでてもおかしくないよ、ね、いや違う、桜井さんが産んでてもおかしくない。面白いね、やっぱり。こういうのも入れてかない、こういうの入れてかない、ね、でもなんかすごい共感できるんじゃないこのデイズなんて。あ、 そうですね、16歳なんて、つくしは、うん、とてもまっすぐな子で、うん、とにかく走ります。うん、はい、その通り、そういうキャラクターだもんね。そうなんです、収録中 もう走るシーンが多いんで、うん、もう酸欠寸前になるまでハッハッしました。すごい、もう後ろ姿がね、うん、すごい忘れられないよ、あのハッハの、うんうん、いつも見ちゃってる、アフレコしてる時に、うん、見てる見てる、でも倒れないもんね、すごいよね、うん、でも意地でも踏ん張るみたいなね。でもやっぱ終わった後にハッっていうなります。で学生服着てやってるじゃない、はい、でも余計こうね、なんかねじんわりくるのよ ね、うん、ね、だって周り見るとさ、もうなんか声優ってさ、すげえみんなも何出した、何出すんだ、もう大丈夫か、ニコ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 しろ。いいよね声優ってね。なんか食べたいもったら波かおじさんに言う。何でも食べさせて、何でも食べさせて、何でも何でも何でも。まあ似てるところもあるということでね。なんかちょっとね重なるところがなんか見ててあるなと思った、うん、その、はい、つくし君は実際サッカーね、まだこう、はい、なんていうの、必死についていくみたいな感じじゃない、はい、実際僕もそのアフレコ現場でやっぱりすごい皆さんに囲まれているので、心境的にはやっぱりつくしと近いかな、なんかそうなのかなって思います。いやでも空気を変えるよね、いい意味で。 やっぱり、ね、うん、本当ですね、うん、一生懸命やってるから、一生懸命やんなきゃ、やってるよ普段も。あ、今ギリギリセーフでしたね。危なかった。早めに出してもらわないと透明の。いやいや、まだだ、まあこれ式では、あ、これ式では危ない、危ない。もう本当に危ない、知らない間に連れ、レッドのカードの前に僕いなかった。連れられてね、退場しちゃう、退場しちゃう、うん、まあ、ありますけどもね。はい、さあ、じゃあどんどん行きますか。行きます、はい、うん、では、続いて僕が演じている風間仁です。どうぞ。
どういう気持ち？どういう気持ち？エロいからなんか。いやエロくないです。エロくないです。風間エロくないですから。まあ、俺のことを好きにしか聞こえなかったっすよね。でも本当に風間って結構そのまあ原作読まれてる方はわかると思うんですけど、まあこの過去の結構いろんな確執だったりとかたくさんある役なので、まあ最初はちょっとなんかこう第一印象は本当チャラい人間だなーって思う時はあると思うんですけど、もっぺやってもっぺやってもらっていい？もっぺやってもらっていい？チャラい人間だなーって思う時もあると思うんですけど思うんですけど、でもそこら辺はちょっとまあ最初の頃はちょっと許容していただいて。あれ髪は言わない？髪ですか？サラサラやん。あ、そうですね。ぷってかならない。こうさ、いやーヘイパスパってやったらこう髪バーなんだ。ちょっとなると思うんですけど、まあ、そこはやっぱりその、まあ、少年漫画ということで。でもあそこになんかその風間っぽさがなんかあるね。ね、する、うん。あれでもあのこう髪を結ってしまった日にはもう本当にある意味変な方向にモテてしまうので。ちょっと。おっしゃってる意味がわからない。わからなかった。何言ってるかわからなかったので。いやでもこれを出していこうかな。でも松岡君はこれかもしれない。透明なカード。イエローカード。まあでもなんか美しさもありますよね。だって天才なんでしょ、うん。この顔のまんま言うのもなんか悔しいですけど。本当だよね。なんで俺らがこの人にあかんねんっていう。俺らのパスをお前は。すみません。まあでも本当にこう。サッカーのセンスは本当天才的なので、ね、そうなんだね、でも見えないところで努力する、かっこいいよね、あとつくしが最初に会うキャラクターなんですよ、そうですね、つくしが最も尊敬していると言っても過言でない風間仁、そうなんです、そうですねえはい、サッカーって好き？なんだ急だな、おいなんかすごい、ニコ生初めてなんかくどいてない、くどいてないし雑だし急だよ、本当に急にいい声出すから、すいません、じゃあ次のキャラクターいっていいですか？続いて私が演じている水木久人です。俺すぐちょっと待ってください。まだ喋ってないです。ここでなんか振るのかなと思って。その気合いじゃないです。カードの気合いは大丈夫です。意気込んでるから。じゃあこれ置いていいね。置いていい。とりあえずは大丈夫です。まあ、水木久人といって、まあ、皆さんぜひね、10回名前を言っていただきたいんですけども。見てください、この後輩たちの苦笑い。ニコ生だから伝わるこの苦笑い。そうです、生ですからね。うん、本当にね。まあ、キャプテンで。そうです、キャプテンです。ちょっと今見た感じだと、初めての方はね、ちょっと硬いのかなっていうイメージもあるかもしれない。そうだね。いかつい感じがされます。ただこれはちょっとつくしとはちょっと似ている部分があるんじゃないのかなっていうね。ところもありますので。昔は。俺もみたいなね、そうそうそう、あったりとか、まああとちょっと会話がちょっとあんまり上手じゃない、ねえ、こんなに盛り下がることありますか？何も間違ったこと言ってないんだけどね、なんだろうね、なんでしょうね、で、なんでしょうね、こうみんな言うんですけど役作りしなくていいねとかスタジオでよく言われるんですけどそうだね、どういうことですか？おいタクト、お前瞑想した一生懸命瞑想したな、いやいやいや、な笑わせどうなんですか、これどうですか、役的には、うん、いや、やっぱなんかこう浪川大輔がね、そのキャプテンの役をやるっていうので僕らは結構気が楽ですよ安心感、こう信頼しているぞって、ついていくぞみたいな、頼むぞキャプテンみたいな、その何、あれ俺もうまくいってないね今これね完全にもらい事故ってやつだね、共倒れしてるよね久々ですね、もうこの空気感、ニコ生って難しいね、難しいですね、あーびっくりした、でもなんかその、なんだろう、気持ちをこうね、そのなんていうんだろうな、擬音ってわけじゃないけど、そういうのでね、伝えたりするから、擬音が多いのは確かに、だから僕大好きな人間ですね、あ、分かりやすい、僕も結